こんにちは。あなたのアクティビティちゃんと管理してますか？2016年7月から Google アカウントに新しい機能 My Activity が導入されました。今回はその My Activity についてお話をしたいと思います。はい、Google Chrome トップページです。右上アカウントのアイコンをクリックします。そしてアカウントをクリックします。はい、Google のアカウント情報のページです。この真ん中、個人情報とプライバシー設定、この下の方ですね。ここに My Activity があります。Google サービスの利用時に生成されるデータを見直したり、変更したりできます。ありますね。その下、My Activity に移動、クリックします。はい、My Activity へようこそと書いてます。これ、右側のボタンをクリックします。データは有効に活用されます。はい、次。設定は自由に変更できます。はい、ということで、これが、Google My Activity のページです。はい、この真ん中、このデータは自分だけが閲覧できます。Google はユーザーのプライバシーとセキュリティを保護しています。ということで、まあ、これ本来は公開すべきものではありませんけれど、例えば今日のこと、タイムライン形式で、これまで使ったもの、Google とか、LINE とか Facebook、ライブドアニュース見たよ、Gmail 使ったよ、ブロガー、YouTube というふうにして、過去の、行動履歴、アクティビティをここで確認することができます。この My Activity で自分の過去の行動履歴を確認することができます。まあ、覚えてなくてもね、My Activity で、当時のことを振り返ることもできるんですが、中には、あ、これ消したいな、これ嫌だな、という履歴もあります。その削除方法についてお話をしたいと思います。例えば、この機能、ここ、Chrome 検索37 More。68回という履歴を消したいときには、右側、ここのボタンをクリックします。そして、削除をクリックします。はい、ボックスが表示されます。削除する前にと書いてますね。ここを読んだ上、OK ボタンをクリックします。はい、もう一回出ますんでね、削除をクリックします。はい、これで、削除されました。一つのアクティビティだけではなく、複数を一括して消したいときには、この右上、このボタンをクリックします。そして、選択、クリックします。はい、そして、この、各アクティビティの、先頭に、チェックボタンがつきました。例えば、ここで Facebook と、このランチャー8 Pro をチェック入れます。はい。そしてこの2つのアクティビティを削除します。この右上、このボタンをクリックします。はい。2件の項目を削除してよろしいですか？はい。削除をクリックします。はい。2件の項目を削除しました。ということで、複数のアクティビティをまとめて削除することができます。他にもアクティビティを削除する方法があります。右上、ここをクリックします。アクティビティを削除する基準、クリックします。はい、そうしますと真ん中、日付で削除。今日の右側、下向きの黒い三角形クリックしますと、日数で削除することができます。今日、そして全期間、カスタムってありますんで、ここを選択して削除することができます。それ以外にも、この下、トピックやサービスで削除、キーワードで検索するか、サービスで絞り込んでから、その他のオプション、メニューの検索結果を削除を選択すると、一致するすべてのアクティビティが削除されますって書いてます。Google サービスを絞り込んで削除するときには、この日付とサービスでフィルタークリックします。はい。そして Google サービスでフィルター。
例えばこの一番上、ADS をクリックします。はい、右上の検索ボタンをクリックします。はい、絞り込まれました。これ、選択して削除したいときには、右上クリックします。選択クリックします。はい、この先頭のチェックします。複数チェックしましょうか。はい。で、右上の削除ボタン、クリックします。はい。2件の項目を削除してもよろしいですか？削除、クリックします。はい。これで、2件の項目を削除しました。右上、クリックします。他の Google アクティビティ、クリックします。はい。ロケーション履歴、端末情報、Google Play サウンド検索の履歴、YouTube の興味なしのフィードバック、検索履歴のダウンロードという項目があります。ここはね、個人情報も入ってますので、詳しくはご紹介しませんが、こういったアクティビティもね、管理することができます。確認してみてください。右上クリックします。アクティビティ管理クリックします。はい。ここ、アクティビティ管理では、ウェブとアプリのアクティビティ、ロケーション履歴、端末情報、音声アクティビティ、YouTube の検索履歴、YouTube の再生履歴をね、管理することができます。ここもね、個人情報が入ってますので、ご自分で、管理をお願いします。このマイアクティビティで困ったことがありましたら、右上、ヘルプをクリックします。Google アカウントのヘルプページ、Google アクティビティ管理で確認することができますので、こちらもね、ゆっくりとじっくりとご覧ください。今回は Google アカウントに新しく追加されました My Activity についてお話をしました。それでは今回はこの辺で失礼します。